兵庫県の元西張間県民局長、7月に死亡、が斉藤元彦知事らを告発した文書の内容を検証する県議会特別調査委員会、百条委員会第5日開かれた。告発者の県民局長を公益通報の保護対象とせずに懲戒処分した妥当性を調査するために時間が割かれ、公益通報制度に詳しい上智大学の奥山敏弘教授が参考人として意見を述べた。 主な内容は次の通り、西張馬県民局長が解任されたことが新聞で報じられた3月28日から私は人型ならぬ関心をこの件に抱き、事態の推移を中止してきました。内部告発された側が、告発者に対して示す反応には一つの典型的なパターンがあります。告発者、中でも、本質的で重要な不正について告発をした人は、大抵、あること、 ないことを織り交ぜて誇張され、人格攻撃にさらされる。これは日本に限った話ではなく、古今東西に見られる共通の現象です。内部告発が別の新たな内部告発を呼び起こすことが往々にしてあるが、そういうことがないように、告発者に悲惨な末路を押し付け、見せしめにするのです。8月30日のこの場での証人尋問で、斎藤知事は、 その文章を作成したのが西張間県民局長だと知った時には本当に悔しい辛い思いがあったと明かしています。3月27日の記者会見で西張間県民局長に浴びせた公務員失格との言葉について先週の証人尋問で斉藤知事はその悲しい辛い思いからやはりああいった表現ということをさせていただいたとも認めています。これらの知事の説明は 個人的な感情に突き動かされた末に3月27日の記者会見でのあのような言動に及んだことを認めるも同然だと私には思えますしかしそういう感情に駆られて県の行政府のトップである権力者が公の場で部下の一個人に対していわば公開ハラスメントに及ぶということは許されませんさらに証人尋問で斉藤知事は 誹謗中傷性の高いい文書だという,ふうに私県としては認識しましまたという,ふうに述べましした私ととて認識と言いかけて、県として認識と言い換えています。しかしながら、この場合、私である斎藤元彦さん個人と、行政機関としての、県を同志することはできません。行政機関としての県ならば、悔しかったり悲しかったり辛かったり,ったりすることはなく、 そういう感情を抜きにして、バイアスなく冷静にあの文書を見定めなければなりません。兵庫県が誹謗中傷性が高い文書と認識してしまいそこからすべてをスタートさせてしまった理由は、そのまさに、認識の担い手が、文書の内容と無関係の第三者ではなく、斎藤知事や副知事、総務部長ら、あの文書で告発の矛先を向けられている当人たちだったからです。本来ならば、 そういう人たちは、あの告発文書に関する県行政としての判断への関与から自ら寄避、身を引くべきだったと私は思います。なのに、真逆の行動を選んだ。だから、冷静な対応ができなかった。まるで独裁者が反対者を粛清するかのような陰惨な構図を書いてしまった。そう思われます。